診療工業は、主に、鎌倉時代中期以降に、天神相関思想に基づき、天皇、幕府が行った神事の工業を図る政策のことで、ある。諸神社の儀式遂行とその財源たる所領などの、保障を目的に、木売客地、七流れ地などの無償偏付を内容とした法令を、発布した。一円診療工業法ともいい、特性の一類形として理解されている。 鎌倉時代に入ると災害や戦乱などの社会的混乱が貴族社会にも及び始め上級の乱では朝廷軍が敗北して上皇の流罪が行われるなど貴族社会が存続の危機に差し掛かっていることが明白となった。こうした中で朝廷内では現実的な政治に目を向けることで求心力を回復させて昔の権威を取り戻そうとする動きが盛んになった。 特性はその路線の上に推進された政策であり、診療工業はそうした政策の一つである。申請の一環としての自社工業令は、陰性期から出されており、職の体系や新人、久保人生を確立したとの評価がある、方言元年の方言申請においても、後白河天皇による新事工業令が出されているが、具体的な施策としては、後嵯峨上皇申請において、 県庁5年間四国市による新事室務対麻もいめ、新人、久保人の増加を防止する方針が打ち出されたことが最初の事例である。これは商業に従事する新人、久保人を抑制し、本来の新事を興業しようとする重農主義的施策と評価されている。また、校長元年、同3年に出された区下申請においては、神物尊重が謳われ、続く。 亀山天皇神聖下、文英十年には、校長神聖を受け継ぐ形で、具体策を掲げた、神事仏事の興行が宣言されている。現行を格器として、上述する天神壮観思想に基づき、地上の戦争に勝利したのは、神の戦争において勝利したからだとの思想が広まり、神仏の加護に報いるため、祈祷などの諸儀式の興行、車両の拡張と、自社造営とが、 全国的に叫ばれ始めた。この時期、諸国の神社領は、自党・日ご家人のみならず、本所による、恣意的な神官任命や別相伝承認により、神官による神社領管理が不安定となっており、このため財源にことかくことから神社における諸儀式が滞るようになっていた。亀山院聖下の公安7年5月20日、同年6月25日に、 人税診療工業回復令が、現行に対する温床として出され、売却、出入り済みの求診料の無償回復が打ち出された。人税診療工業令は以後、公安8年、永仁6年、昭和元年に、相次いで出され、宇佐八万宮と伊勢神宮を先頭に、全国的に適用され、特に、伊勢神宮の診療は東北を中心に、次々に広がっていった。さらに、 従来末社格であった風車と風神社が神風による功績が認められ別宮の風宮と風火祈り宮に昇格した。診療工業令により武家やボンによる諸職は排除される結果となり診療一円化が進んだ。この動きにより地頭受け、下地中分等を通じた武家の側からのみならず両家側からの一円地業化が活発となり、 両家職を持つ自党や自党職を持つ両家が現れるなど、従来の身分格差に応じた職の体系が崩れ出し、荘園、公領における、両家職、自党職のあり方が大きく変わることとなった。さらに兼務の申請において、現行3年、諸国の本家、両家職が廃され、感謝会法令が出されるなど一円化が急速に進んだため、室町時代の法令には、 初発から自社領、本所領、武家領の表現が現れる。このように、次第に、荘園高領制の解体が推し進められることとなった。また、摂政禁断を建て前とする自社領域の拡張が、全国的に広まったため、それまで山の川海を生活の場としてきた民衆たちが、苦境に立たされ、悪党となったのではないかとする見解が近年、出されている。 鎮税丹大が管轄する九州地方では、昭和元年の診療工業法実施にあたって、診税丹大が幕府の命令を報じた思考上とともに、工業法実施のために丹大独自の命令を出して強制力を付した。診療工業法自体が、鎌倉幕府の伝統的な訴訟方針である、利比救命と無関係、場合によっては、神社以外のご家人などの、 第三者が有する利比すら否定される性格を持っていたため、その巡行には、こうした強制力の存在は欠かせなかったと考えられている。利比救命よりも上位者の採決を強制力を伴う巡行を実施させることに重点を置く、県務政権、室町幕府の訴訟制度の方がを、鎌倉幕府最末期の鎮税担大に求める見方も出されている。亀田敏和。 室町幕府官僚思行システムの研究第一部、第二章、鎮税短大下事上執行命令の形成と展開。ありがとうございます。